私に何か用事ですか？それで、私に用事ですか？いえ、何でもないです。ごめんなさい。それじゃ、夜も遅いんで。確かに至る蛇塚駅までだ。こんな偏僻なところに若いお嬢さん一人とは珍しい。お嬢さん、家出かね？違います。
それではあれだ、こっちに親戚の家でもあるのかな。そんな感じです。お父さんの実家がこっちにあるんで。なるほど。何もないところだけど、ゆっくりしていきなさい。お願いします。おやおや、こんな偏僻なところに若いお嬢さん一人とは珍しい。そうですか。もしかしてこっちに実家があるのかな。いえ、少々用事がありまして。ほほう、それはそれは。さて、どうだったかな。悪いけど覚えがないね。そうですか。見ての通り、見知った顔を合わせても出入りの多くない駅だから、通れば覚えているようなものなんだけれどね。まあ交通手段は他にもバスとかあるわけだから、来ているかもしれないんだけどね。そうですか。
ありがとうございました。ああ、力になれなくてすまんね。お気になさらず。それでは。おや、お嬢さんまだいたのかい。はい。あ、はい、そのちょっと。少々お尋ねしたいことがありまして。まあ何でも尋ねてみなさい。答えられるかどうかともかく、せっかくよそから訪ねてきてくださったお客さんだ。どうもありがとうございます。あの、ちょっと待ってください。もしかしてお嬢さんも人探しか何かかな。そういった話とは縁遠いもので。では何かね。家の方向に行くバスの乗り場を教えてもらおうかと思って。それで。それで住所を書いたメモを探してるんですけど。それはよかった。さて、お嬢さんはどこまで行きたいのかね。ここの住所に行きたいんですけど。なるほど。さすがに都会の子はハイカラなものを持ってるんだね。いや、そうじゃなくてですね。どうもこの辺りは電波の具合が悪いらしくてね。持っていたところで使えるとは限らんのだよ。あ、なるほど。でもなくて。ほほう。この住所の近くまで行くとしたら、どのバスに乗ればいいんですか？ああ、バス停なら駅の前にあるだろう。ここらを走る路線は2本。どちらもあそこのバス停に止まる。はい。それでお嬢さんの場合、隣町に向かうので途中下車だね。降り損ねると山を越えてしまうから気をつけなさい。はい。降りるところは住所の小技と同じだから。はい。と、そんなことよりお嬢さん。お嬢さん、本気でここに行くつもりなのかね。そうですけど。ん？何かあるんですか？
そのあたりだとあそこ一軒きりだから間違いないと思うんだがね。はあ。そこのお屋敷にはあるんだよ。何が？いろいろな噂がね。確か10年ぐらい前だったか、住んでいた家族が神隠しにあって消えてしまったとか。引っ越ししただけなんじゃ。いやいや、実は殺人事件があったなんて噂も立ったぐらいだよ。嘘。本当さ。とはいえその家のお嬢さんが訪ねてきたってことは、噂は噂に過ぎないってことかな。まったく脅かさないでください。すまないね、からかいがいのあるお嬢さんなもんでついつい。もう駅員さんがお客をからかってどうするんですか？そうでもしないと暇で暇で。ところで最近は座敷わらしを見たとか狐に化かされたとかいう人がいるらしいんだがね。その話はもういいです。そうかね。隣町行きのバスに乗ればいいんですね。その通り。今日はもう無理だがね。は？さっきバスが出る音聞こえなかったかな。いや、ちょっと前なんだけどね。もしかして？そう、最終バスの遠ざかる音だ。まだこんな時間なのに？何分田舎なもんでね、山向こうの町まで行くから終点までは結構かかるんだよ。第一利用者もいないし。お嬢ちゃんは今どうしようかと思っている？私に良いアイディアがあるんだがね。いいアイディア？この駅には宿直室なんて洒落たものはないし、老いたり枯れたりとはいえ男ヤマメの家に引っ張り込むわけにはいかんから。いかんから？旅館を紹介してあげようじゃないか。旅館か。なーに、私が口を聞いてあげるから飛び込みの未成年でも大丈夫さ。宿泊費だってそれほどかからないはずだよ。よろしくお願いします。